新喜劇見てくれた人全員一緒にお風呂入ろなというわけで今回のゲストはこの方です。どうも大黒章ケイケイです。お願いします。いや誰やねんタロット占いちょっと資格を取りまして。どうやって取るんですか。はい、あの通信講座で、あのタロットの先生って通信で取れるんですか。そう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 。どれぐらいの期間で。3ヶ月。おそんなんで取れんのや。がっつりがっつり。ちゃんとちゃんと勉強しはって。ちゃんと習得しましたから。わあ、じゃあちょっとなんか私のこと占ってもらおうかな。いいよいいよ。いいですか。何占います。大丈夫ですかその手つき。手つき何が分かんない。怪しいわ。うさんくさいわ。うさんくさくないよ。あ、なんかでも上手に。上手にできた。なんかシュッて。これだけめちゃくちゃ練習したから。この練習もこれ通信に入ってるんですか。これを練習しましたから。ジャンル何します。いろいろね。ジャンル、はい、仕事恋愛とかいろいろあるじゃん。私お金持ちになりたいんですけど。ストレート。やっぱり人生って金じゃないですか。いやらしいよ。じゃあ行きましょう。じゃあマリコちゃんが、はい、がっつりお金持ちになれるかどうかね。はい、はい、待ってね。怪しい手つきやな。大丈夫大丈夫よ。大丈夫ですか。はい、じゃこれね、はい、3つ山作って、うん、でこれ今から1つにまとめるんですけど、はい、まず一番下になるやつを、直感で、直感がいい。むず、はい、一番下になるやつ、はい、この人。この人じゃないけど。このカードね、はい、これはじゃあ次に載せる人、これでいきますか。じゃあ最後はこれですね。はい、行きましょう、うん、じゃあ行きましたよ。え、これね、7枚目のカードが、え、もうマリコちゃんの運命を怖かさわってます。結構私占い怖い派なんですよ。あ、怖いの。もうビビっちゃって。あ、そうだ、信じちゃうタイプ。そう、引っ張られるんですよ。そう、あ、そうです。だからいいの出てほしい。いや大丈夫大丈夫、占っていくよ。お願いします。1、2、3、4、5、6。はい、あ、聖地いいよ。聖地やん、いいよ。もう分かるんですか。もういい、ね、これ逆位置と正位置っていうのがあって、はい、こっちもめちゃくちゃいいから。めっちゃいいや。新喜劇ネクストの回で大黒さん占ってる回見たけど、はい、正位置めちゃくちゃ信用して。正位置ってだけでバリテンション上がったじゃないですか。そう絶対的に。だってもうこれ金のマーク。え分かります。これコインのマークっすよ。え、マジで。そうですよ、やった。これもう間違いない。だってクイーンが、はい、クイーンがでっかいコインを握りしめてるって。クイーンって私のこと。クイーンよ。え、私がでっかいお金持ってるんですか。そうよ。やば、じゃあめっちゃ大当たりじゃないですか。これ来たよ。本見るんだ。ちょっと。あ、はい、これはいいですよ。そう、これはね、もう勤勉なクイーンを表すんです。勤勉、勤勉だから勉強熱心。勉強して、はい、まあ、ネタとかもそうですよ。考えたことを金にしていく、お金の形にしていきますって。すごい。はい、だからですね、読んどんな。ずっと読んどんな。だからね、はい、あ、でも健康状態はすごくいい。あ、いいじゃないですか。今のところ、はい、夫婦生活いい感じ。はい、夫婦生活いい感じ。夫婦生活いい感じですよ、はい、いろいろと。ほんのいいじゃないですか。はい、でね、ねえ。じゃあ何よ。ちょっと一回目外してちょっと喋ってみてくださいよ。いやだからもうすごいのよお金が。全然出てけへん。本当に暗記してくださいちゃんと。これはじゃあこれむずいね。これいっぱいあるの。あ、でもすごい、これ金閣院って書いてるもん、ほんまに。そうやろ。めちゃくちゃいいのよこれ。言ってほんなんちょっと読んでください。いいやつ。はい、これは誠実などプラスの面にスポットが当たる様を表しています。勤勉で控えめな良妻賢母な女性、物質的に豊かな生活を示します。はい、いやおめでとうございます。大当たり。こんなぴったりに来ることある。これはいいですよ。これはいいのよ。やった。だからもう真面目さも大事ですよってやつなんで。あ、真面目に、はいはい、働いたらお金入りますよ。そうそう、もう仕事も結局真面目にしなあかんねやな、はい、夫婦生活もね。夫婦生活ももうお互い関係も深く誠実に接してもらえれば、はい、それが豊かにどん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 お金につながっていきますよって。わ、はい、かりました。以上、エセ占い師の大黒章ケイケイさんでした。どんな紹介やる。ちょっと誰がエセ占い師。今週の新喜劇の見どころ教えてください。はい、じゃあ今週の見どころは、はい、まずはこちらですね。はい、
スッチ君のクレイジークライマーでございます。スッチ座長集。スッチ座長集でございますね。はい、はいはい、どんなお話ですか。はい、見どころこちら、うん、決意の登山が大騒動にってことね。おお、はい、そうですね。接待旅館でで泊まりに来た3人が、あ、はいはい、今から登山行くんですよ言うて、そうそう、決意するんですけども、いろいろその作戦を練ってる間に、はい、ちょっとあの従業員すちこさんが来ていろいろ勘違いをしちゃって大騒動に発展していくという。一体どんな騒動なんだろう。思ってる思ってるお前騒動が楽しみです。騒動が楽しみなんだよ、はいはいはい、他に見どころありますか。見どころはですね、はい、次はこちらです、はい、すれ違い注意、うん、爆笑必須の登山トリオ。これはもう登山トリオというのが、はい、あの宇川さん、はい、森助くん、タートが3人なんですけどもね、うん、見た目もおもろい、もう見た目もおもろい、はい、もうこれ3人がいろいろ昔過去に登山を失敗して、ほうほんで人生を変えるためにそのリベンジを果たしに行くぞっていう話ですね、はい、でここまで制覇するぞと、そう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 、はい、まあ、スッチさんとのやり取りとかもね、もう、うん、もうもう楽しいでございますから、うんうん、はい、これを見てください大丈夫、さっきも聞いたけどいや大黒さんは何の役なんですか。大黒さんは次に出てきます。あ、次に出てきます、はいはい、はい、じゃあもう一個お願いします。はい、これダン、はい、機動隊 VS 強盗犯。お、なんや、展開してきた。機動隊と強盗犯のバトルに発展していくという、うん、へー、とんでも踊る大捜査線のようなそんなにすごい戦い。うわ、なります、なります、なります。大黒さんももうボケ倒して、もうボケ倒す、爆笑の渦やった、もう爆笑の渦ですわ、はいはいはい。髪型はどうしたんですか、大黒さん。髪型ね、あのヘルメットかぶってるんで、うわー、はい、せっかくの太陽見せれず太陽ちゃうね、これはというわけで大黒さん、ケッケさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、新喜劇見てくれた人全員一緒にお風呂入ろうなーのコーナーでしたありがとうございました。